今から約140年前、黒船来航から始まった幕末の動乱の渦中であった京都に、人斬り抜刀斎と呼ばれる志士がいた。修羅さながらに人を斬り、その決闘をもって新時代明治を切り開いた。その男は動乱の終結によって人々の前から姿を消し去り、時の流れとともに最強という名の伝説と化していった。そしてロマンタンの始まりは明治11年東京下町から。人斬り抜刀斎、とうとう見つけたわ。2ヶ月に及ぶ辻斬り強行も今夜でおしまいよ。あら、覚悟なさい。たーくっ。お、あら、あら、なんなのこれ。これがあの人斬り抜刀斎？流浪に。え？拙者は流浪に、当てのない旅の剣客でござるよ。今さっきこの町に着いたばかりなのに、辻斬りと言われても何のことやら。じゃあ腰の刀はどう説明する気？剣客だからって対等は許されないわよ。あ、何これ、刃が逆についてる。酒場刀？この刀ですんなり人を斬れるでござるか？できないわね。大地、この酒場刃こぼれ一つ、血の匂いも油の曇りも全くない。一度も使ってない新品同様だわ。あなた本当にただの。そう、流浪に。でもなんでわざわざこんな使えない刀を。はあ、危ないでござるやん。でも斬れないんでしょ？でござるが。ん？今度こそ。ほら、どうやら拙者の知らないところでことが生じているようでござるな。悪一文字を背負った佐之助が町での出会いをきっかけに剣心に勝負を挑んできたのでした。残座、維新はまだ終わってはおらんよ。確かに形だけの維新は成立し、新時代明治となった。
だが、本当に幸せを必要とする人々は、未だ弱者が虐げられる古い時代の中にいる。だから拙者は及ばずながら、そういう人たちの力となるべく、この酒場刀を振るっている。そうすることが、明治維新の犠牲となった人々への償いにもなると思っているでござるよ。俺は絶望し諦めちまって、喧嘩に興じることで忘れようとばかりしていたっていうのに。すんません、相良隊長。俺はこの男に完全に負けちまいましたよ。うす。残像、あなた入院していたんじゃ。俺の売りは打たれ強さだぜ。こんなかすり傷へでもねえ。もお前が口先だけのイカ様維新志士とどう違うか、この先お前につきまとってこの目で見極めてやるぜ。つわけだからよ、俺の許しなしで勝手に流浪に出るんじゃねえぞ、剣心。本性は人斬りだよ。同じ人斬りが言うんだ、間違いはない。人斬りは所詮死ぬまで人斬り、他の者には決してなれはしない。いつまで流浪になどと言っていられるか、地獄の淵で見ててやるよ。1本目始め。
始め。楽勝。一本目始め。ダメだな、そんな腕では葵様の足元にも及ばない。気に入ったぜ小僧。どうだお前、抜刀斎なんざ手を切って俺様たちの仲間にならねえか。